それでは皆さん、1時になりました。ただいまより、この街頭を借り出しまして、立憲民主党日本の県連、この春の統一自治体選挙に立候補を予定しております。県議会議員選挙、市議会議員選挙に立候補を予定しております。こういうお伝えをさせていただきます。この場、期待を務めさせていただきますのは、新潟県、立憲民主党新潟県連幹事長、賜っております衆議院議員の米山隆一と申します。少しだけ前振りのお話をさせていただきます。皆さんね、まあ、ここにいらっしゃるというからにはきっといろんなお買い物をされてるんだと思います。お買い物をされるとそれはもう物価高本当に実感されることと思います。で皆さんこれ私ね立憲民主党野党の衆議院議員ですが、ズバッと言わせてもらいますが、これ自民党さんね、慌ててますけど、おかしいでしょ。だって自民党さんがひたすら物価を上げる、物価を上げるって言って物価が上がったんです。彼らの思った通りになった。でもそしたら慌ててるんです。ああ困った、そんな風に慌ててる。でもそれじゃあね、そのままじゃいけないじゃないですか。ちゃんとこの物価高にどういう風に対応するのか、どうやって皆さんの生活を守っていくのか、それを示さなきゃいけません。私は自民党の政治がそれをできているとは思いません。もちろん中央と地方は違います。この新潟市、新潟県、またね国会とは違う政治が行われていますけれども、でもそれもやっぱり自民党が中心にやってます。でもその皆さんに一番身近な新潟市の政治、新潟県の政治、それを変えていかなきゃいけないじゃないですか。皆さんの生活を守れる、そして新潟市、新潟県の未来を作っていける、そんな政治を私たちは作っていきたいと思っております。そのためにここに市議会、県議会の候補予定者並んでおります。ぜひ皆さんこれからその訴えを聞いてください。でもその前に立憲民主党新潟県県連代表の西村智奈美がご挨拶いたします。西村さんお願いします。皆様改めまして新年明けましておめでとうございます。立憲民主党新潟県連で代表を務めます衆議院議員の西村智奈美でございます。米山隆一衆議院議員県連幹事長からお話がありました通り、今年の4月には統一自治体選挙、新潟の県議会議員選挙、そしてここ新潟市では市議会議員選挙が行われることになっております。今の政治を何とか変えたいと思っておられる皆さん、どうぞ私たち立憲民主党の仲間たちにご支援をください。国会では国民不在の政治が続いています。昨年の臨時国会が終わってから安保関連3文書の改定など、本当に国民の意思とは全く無関係のことだけが決められ続けてきました。防衛費の増税については先行して議論が行われているものの、子育て関連予算、総理は倍増すると言っていたはずなのに、何の予算をどうやって何を財源に倍増するのか、まさに暮らしに密着した。そして今日本で喫緊の課題となっている人口減少の問題にどう取り組むかということについては何の道筋も示されていません。私たちは今年こそは政治の流れを変えたい、そのように決意をいたしております。どうか皆様、今日この場に集まっている新潟市西区の大槌県県議会議員、そして新潟市東区の細野博康市議会議員、そして新潟市中央区高橋さと子市議会議員、多くの私たちの仲間たちにどうぞご支援、ご声援くださるように心からのお願いを申し上げます。
ありがとうございます。それでは続きまして、新潟県議会議員、この春には、西区から立候補、県議会議員選挙、立候補を予定しております。大内健さん、お願いいたします。ご紹介をいただきました。私、県会議員、西区大内健でございます。私は、生活の安心と将来のスポーツキル豊か県政、このテーマに徹底的にこだわって、県政に引き続き邁進していきたい、取り組んでいきたい、今決意を新たにしているところでございます。しかし何と言っても今、米山幹事長からお話ありました、生活する皆さんの関心は、この物価高なんとかしてほしい。物の値段やサービス値段上がるのはいいけれども、上がったらやっぱりその分、賃金給料、これが上がればなんとかなる。しかしそうなってない。これアベノミクスが推進してきた政策のこのツケであると私は思いますけれども、これしっかり国政の方で総括してもらわなくては困りません。物価が上がれば給料が上がる、そう言ってきた。しかしそうならなかったというのが岸田さんのこの年末年頭の所管の話でありました。私は立憲民主党が参議院選挙夏の時に訴えてた賃金給料すぐ、これは経済界の中で対応がなっていかないにしても多少分所得を増やす、使えるお金を増やす、これはある程度税の減免、あるいは減税、社会保険料、こうした負担を少しコントロールすることで多少分所得は増やすことができるんだ、こういう政策を訴えたわけでありますけれども、この方向性正しいと思いますから、地域の皆さんの生活の声を聞きながら、私はここにいる米山さん、西村さん、国会議員等を通じて地域の声をしっかりと国政に伝えていく。まずはこの物価高騰対策の目の前のことをやらなくちゃならない、これ取り組みます。そして今賃金給料の上がらないという話が出ました。今回ってて大きくお話を伺うのが、やっぱり保育や介護、福祉に携わる人たちのこれまた賃金給料が低い、これが上がらないという問題があるわけであります。国の方でも一昨年、そして昨年にかけてこの処遇改善というのを行いました。国が月額給与の 3%、 9000円分ぐらいはなんとかアップするように、国がお金を事業所に出そうというこういう政策です。しかし私が地域歩いて聞いた声は、新聞の切り抜き見せてもらいました。これどうなってるんでしょう、私の給料全然上がってないんですけど。私、年を越してすぐさま県庁に行って、県の事業所、これが処遇改善の申請をして受けてるかっていう、これぐらいの調査できるはず。この実態どうなってるのか、あるいは、実際にどれだけそれが反映されているのか、限りあると思うけども、どう把握しているのか、問い合わせました。今、いろいろ調べてますけれども、大体処遇改善に、申請を出して参加している事業所の8割ぐらいが、なんとかこれを利用しているということでありました。しかしこの8割をどう評価するのか。そして一方で今新聞や報道で目にするのが、そもそも福祉の事業所自体がこの物価高騰対策で経営自体がもう厳しい、処遇改善で国からお金が少し入ってそれを働いている人に出してあげなさいってお金は来るけれども、持ち出しも求められる、だから事業所も厳しい。こういうところの地域のこの生活の働く人の声を私はしっかりとこの県政のレベルで把握をして、こういったことも大きく改善につなげていきたい、声を出していきたいと思っております。私は新潟県政に5期、今20年取り組ませていただきました。しかしまだまだわからないこと、やらなきゃならないことがたくさんある。だからこの経験を生かしてもっと頑張りたいと思っているんです。市町村は市町村の役割、県政は広域的で、そしてより専門的なことを扱うのが先生、その役割をしっかりと認識してまずいきたいなと思っております。ウイルス対策しかり、あるいは一つの市町村で完結しない災害対応、これこそまさにまた先生の出番なわけであります。今近年大規模な集中豪雨、大雨、これ気候変動の温暖化の影響と言われてますけども、全国でこの県内も含めて頻発してます。去年は村上関川村で大変なことがありました。排水機場、この今新潟市海抜0メートルぐらいですけども、ここの水
を常に組み出す、こういったところの整備や維持改善を行われてありますし、ひとたび雨が降れば、この阿賀野川や信濃川の水が流れ込む新潟市、ここも大変なことになってしまいますから、上流部、一体となった治水対策、ダムの管理だとか、分水路どうするんだとか、そういうことも求められます。まさに県政の仕事、新潟市の、私の認識を含む、この海抜ゼロ面地帯の 住環境を守っていく、こういうことも重要な、私は県政の取り組み含めた問題、やっていきたいというふうに考えております。引き続きこれもやっていきたい。そして今、県の財政が厳しいんです。公共事業だけやればいいという話ではありません。むしろ公共事業をやりすぎて財政危機を招いてしまった。この脱出に18年かけるという計画で今県を取り組んでいます。私は長すぎると言ってるけれども、しかしまあこれはこれとして、今着実にまあ貯金を取り崩すことなく、まあ財政運営ができるその水準になるまで、だいたい令和18年20年ここら辺を目指してやってる。しかし職員の給与を削減したり、歳出削減、県民に痛みを強いるやりながらも、実は一方で皆さんご存知ですか、県も増税考えなきゃいけないっていう議論してるんですよ。超過課税という言葉は違いますけれども、実質県民税の増税を今しなきゃならない。これは今後の新潟県にとって必要だから、地域の公共交通どうするんだ、人材確保どうするんだ、あるいは気候変動対策どうするんだ、こういうテーマで検討委員会で議論させて、その報告書を知事が受け取って増税を検討をしてます。私は大変式に食べようとしたらとんでもない、100歩譲ってその出口が見つかった時ぐらいの、もう突然でこういう議論するならいい、県民に問うならいいけど、まさか今、しかもこの物価高とかで県民税の増税なんてしないですよね。するんだったら私は県の財政危機の責任を曖昧なしたまま対策だけは何とかやってる。しかしその原点に立ち返って、県の財政危機を招いた責任の追及、これやらなきゃいけませんねというようなところにまでバックして議論します。皆さんがしっかりと県政一緒になってチェックしてくれないと、知らない間に財政危機の立て回しで期間中に増税が行われるかもしれない。これは実質県民への財政危機、この穴埋めをさせようということになりやしないかということを私は問いかけているんであります。こういうこともきっちりとチェックをしていきたいと思っております。加えて議会の改革も必要であります。今自民党が3分の2占めてます。仲間増やしてもうちょっと活性化させていかなきゃいけないと思っています。全部今委員長とか副委員長とか議長ポスト占められてしまっています。誠に歯がゆい、情けないんですけど、数がいないことにどうしようもないんです。委員長ポスト全部占めて、あろうことがこの4年間だけでもいきなり質疑の打ち切りだとか、そういうことを強引に進める議会運営、あれ国政の今安倍さんの頃の悪いところを見習って数で押し切ってしまえばいいんじゃないのか、そんな雰囲気の中で議会運営をやってる。ここにも一括入れていく。だから私は自分自身がもう一度議会にまた選挙で戻って、仲間も増やして県政改革のために引き続き頑張りたいと考えております。ぜひとも皆さん、さらなるご支援賜りますようお願い申し上げ、私からの訴えさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも皆さん、この春の統一地方自治体選挙ではぜひ大分県候補予定者に絶大なるご支持ご声援お願いいたします。それでは続きまして、新潟市議会候補お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました東区選出の市議会議員細野博康でございます。私から少しお話しさせていただきたい、思っているところでございます。新潟市、ただいま総合計画という、一番最上位の計画を策定中で、新年度より、これがスタートにすることになっております。そのキーワードの一つが SDGs になります。持続可能な社会、発展しながらどうやって持続
く継続しながら社会を作っていくのか、これがキーワードになってまいります。そういったところをどういうふうにやっていくのか、それを考えなければなりません。そして先ほどからお話しあったように、このコロナ禍、そして物価高、この対応もしっかりとやっていかなければならない。この物価高で疲弊している方たち大変多くおります。そういった一人一人の思いをしっかりと政治につなげる、それが私の役目だと思っております。私はこの一期4年間の中で訴え続けていたのは、子育て、教育、福祉に全力、これを立ち売れずに今まで機械活動、そして地域活動を行ってまいりました。子育て、まずは今子育て中の皆さんが本当に安心して子育てができる、そんな新潟市になっているのか、私は訴えてきたのは、子育てのサービスがワンストップで受けれる、そして相談窓口を一元化して、どんな相談も一回受けたらそれをしっかりとフォローして子育ての支援が円滑にできる、そういったシステムの構築、議会でも訴えてまいりました。今各区役所で妊娠子育てホットステーションというところがありますが、この拡充少しずつできましたが、今度はそれを横伏し、福祉の関係や介護の関係、そういったところの意見もしっかりと取り入れて、一人一人子育て世帯の皆さんが窓口に来たらしっかりとこの問題で解決できる、このシステムをしっかりと作っていきたい、そういうふうに思っております。また一人若手、本当に大変なんです。一人若手の2人に1人が貧困世帯と言われております。そういった方たちに、やはり大事なのは就労支援、そしてもう一つ非常に大事なのが養育費、この獲得だと思います。養育費を払っていると実はたったの6人7人に1人ぐらい、そういった世代になっております。そういった養育費というのは子どもたちを育てるために、子どもたちの権利なんです。この養育費獲得支援、やっと今私が議会でも訴えた中で少し制度として新潟市もやっておりますが、これは国とも連携しながら、国会議員とも連携しながら一緒になって、この養育費の獲得、これも進めていかなければならない、私はそう思っております。次に教育の部分でございます。教育、今いじめや不登校大変多くなっております。特に不登校の数はどん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 増えている。その中の居場所をしっかりと作っていかなければならない。フリースクールもそうなんです。学校でも保健の教室、こういったところも使っておりますけれども、それだけでは足りない。一人一人に寄り添ったこの不登校対策、私は不登校の特例校、こういったものを作って不登校の皆さんの受け入れの窓口を広げていきたい、そういうふうに思っているところでございます。またキャリア教育、子どもたちの未来をしっかりと作っていくことは非常に重要だと思っております。子どもたちがどんな大人になりたい、どんな職業に就きたいのか、そういったところを教育でもやっていきたい。教育でしっかりと子どもたちの未来をサポートする、そんな教育を作っていきたい、そういうふうに思っておりますし、また一つこれも議会でも取り上げましたが、ブラック校則、校則の部分、まかり通らないような、わけのわからない、そういった校則が今新潟市でも少しあると聞いております。そういったところをしっかりと見直して、その校則が子どもたちにとって本当にいいものなのか、学校、地域、そして児童、生徒さんと一緒になって校則を変えていく、これが子どもたちの自立にもつながってまいりますし、その子どもたちのプライドにもつながっていくんじゃないでしょうか。子どもたちの未来を考えるためには、我々大人もやらなければいけないこともたくさんありますが、子どもたちが本当にやっていきたい、そういったことをサポートするのが我々の責務ではないでしょうか。そういったシステムをしっかりと作ってまいりたい、そういうふうに思っております。そして最後の福祉の分野でございます。福祉、高齢化、皆さんご承知の通りどん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 進んでまいります。今地域包括ケアシステムというところのシステムを作っております。これは医療、介護、福
祉、生活支援、そういったものをつなげながら地域で最後まで進んでいける、そういった地域づくりをしようというところで国が旗を振ってやっているところでございますが、新潟市もそれに準じて今さまざまな事業を展開しているところでございます。この高齢化が進んでいる中、今医療や介護その部分の連携というのはですね、少しずつ進んでおります。皆さんも分かるかもしれませんが、ケースワーカー、ケアワーカーの方がですね、しっかりと相談に乗っていただきながらそういった部分をやっている、そこはいいんですけれども、私が非常に危惧しているのは、その生活をしているときに支え合いの仕組み作り、これが本当にできているんでしょうかと、そういうところなんです。支えの仕組み作り、これは地域に住んでいる人たちが隣の人に、あ、困ったなと言った時に何か助けてくれる、そういった地域づくりが必要なんじゃないでしょうか。昔はそういったことが何もなくてもあったかもしれませんが、今は少し形を作らないとそういったことが進みません。支えの仕組み作りでこの地域、そしてですね、自治会の皆さん、住民の皆さん、これだけではなくて今 NPO の皆さんもいろんな活動をしております。また企業の方たちも社会貢献にかなり前向きにやっていただいております。そういった方たちをつなげて地域でいろいろなことをやっていく、それが必要だと思っております。今行政財政難の中、1から100まで全てをやるというところは難しいと、そういった中でさまざまな方たちがさまざまなことに関わり合って役割分担をしながら、もちろん行政が最終的な責任を取れなければいけませんが、そういったみんなでやる、こういった地域づくりをしなければならない、しっかりと私やっていきたいと思います。そして2025年がこの高齢者が75歳以上の段階の世代が75歳になる、これが一つのキーワードとしてこのシステムを作っておりますが、2040年問題というものもあります。これは団塊ジュニアが高齢者になる65歳になったときにこの地域どうなるのか、そういったことを皆さんと真剣に考えなければなりません。私はこの先頭に立たせていただいて皆さんの声を聞き、そして一人一人を大切にする政治、これをしっかりと作っていきたいと思います。立憲民主党の結党以来の理念として、一人一人を大切にする、そして草の根の政治を目指していく、この実現に向けて私はしっかりと戦ってまいりたいと思います。どうか皆さんの声を聞かせていただきながら、立憲民主党、市議、県議、そして国会議員と連携させていただきながら、皆さんの生活を前に進める、そのための統一地方選挙、私全力で戦ってまいりますことをお誓い申し上げ、私からの訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。大変ありがとうございました。ぜひ、4月の新潟市議員選挙、東区では、この予定候補者に絶大なるご支持ご声援をよろしくお願いいたします。それでは続きまして、新潟市議会議員中央区選出、高橋貞夫さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、中央区選出の議会議員の高橋貞夫でございます。本日ありがとうございます。本日は西村智奈美県連代表を先頭に、共に活動する仲間と共にこの場をお借りいたしまして、街頭演説を行わせていただいております。皆さん、地方では本当に人口減少の問題がもう何年もずっと深刻な問題となっております。昨年生まれた子どもの数は、では過去最低を下回る結果となりました。長引くコロナ禍の中、そして今は物価高の影響がさまざまなところで生活の至るところに影響を与えております。そして皆さんの価値観の変化から、やはり子どもの数はなかなか増えていかない、そういった状況がもうずっと増えていっております。私は一番市民に身近な地方議員として、皆様のもとに足を運び、皆様の意見をしっかりと聞く、そして課題解決のため汗をかき、一歩ずつ着実に進めていく、その活動を担うため頑張っていきたいと思っております。非正規で働く人たちもほとんどが女性です。私は今こそ
地方議員として活動させていただいておりますが、就職氷河期世代ですので、私自身も非正規で働く時代がすごく長かったです。やっぱり将来に夢や希望を持ちたいと思っても、日々の生活が苦しくて、なかなかそういった夢や希望を持つことができませんでした。今現在もそうやって苦しんでいる方たちがたくさんいらっしゃいます。私はそういった方たちに寄り添って、共にそういった現状を変えていきたい、そんな思いでございます。私は次に2期目の挑戦をさせていただきますが、1期目で一生懸命取り組んだことは、今2人に1人が癌で亡くなる状態です。そして若い世代の癌のことも非常に増えています。若い世代というのは進学、出産、子育て、そういった時期に直接関わる世代でございます。しかしながら、まだそういった方たちがどういった支援が必要なのか、なかなか明らかになっていない、なかなかそういった取り組みが遅れていることでございます。子どもの数がこれだけ減少している中で、そういったことにもしっかり何が必要なのか明らかにして、必要な施策につないでいく、そういった活動をしっかり行っていきたいと思っております。そして子どもたちの貧困は深刻さを増している状況です。私も一人親の支援に力を入れさせていただきました。一人親家庭に生活している子どもたちは、日頃からさまざまなことを我慢している状況です。ここ何年かのコロナ禍、そして物価高の影響で、その我慢はさらに我慢を重ねる大きな苦しみとなっていました。そういった方たちに寄り添い、私は支援を行ってまいりましたが、国もここまで人口減少の問題に危機感を感じ、春には出産一時金の増額、そして子ども子育て応援金として、経済的支援、そして相談的支援の両方からの支援を行うことで、そういった施策も出していますが、しかしながら、やはり単発的な支援ではなくて、継続的な支援が必要だと思います。新潟市で昨年行った子育てアンケートによりますと、実際に望む子どもの数と実際に持つ子どもの数にはギャップがあります。実際に持てる子どもの数が少ない、そういった状況です。さまざまな理由がございますが、その中でも一番はやはり経済的な理由、その次、仕事と子育ての両立が難しい、そういった理由です。さまざまな家庭環境に生まれた子どもたちが、やっぱり平等に健康に育つこと、そして学ぶ権利、そういったことをしっかりと環境を整えていかなくてはなりません。そのため私もしっかりと皆さんのご意見をお聞きし、県国連携して頑張ってまいりたいと思っております。私たち議員はやっぱり皆さんがどのような未来になっていったらいいか、その描く夢に寄り添い活動を行っていくこと、そしてそんな夢も見れないという方たちには、それこそ政治の力で少しでも夢を叶えられるように環境を整えていく、必要な施策につなげていく、そういったことが政治の役割だと思っております。そのための活動を私またもう一度頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞご支援をお願いいたします。このマイクでは米山幹事長へと代わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんぜひ4月の新潟市議会選挙では、中央区からは高橋太郎さんに絶大なる、高橋太郎候補予定者に絶大なるご支持をお願いいたしますことを、これよりお願いいたします。それでは最後になります。最後になります、新潟県連副代表藤越桜さん、藤越桜さんお願いいたします。ご紹介いただきました参議院議員の藤越桜でございます。皆様ご清聴ありがとうございます。お一人お一人皆様のお暮らしの声、
未来への不安、しっかり受け止められるのは、新潟市中央区では、高橋さと子、東区は細野博康、そして西区県議会には、大渕健、皆様たちのお声を、県、そして市にしっかりつないでいく、忖度するのではなく、皆様たちのお暮らしをしっかり支える政治を進めていく、立憲民主党の仲間たちを、ぜひとも、この来たる選挙では、皆様たちの声を結集して、押し上げていただきたいと、心からお願い申し上げて、こちらでのご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。以上で、街頭演説会、終わらせていただきます。どうも、寒い中ご清聴大変ありがとうございました。ありがとうございました。